ざっと、ざっと、笑い声、色で言うとイエロー、じゃらじゃらなるアクセサリー、高いヒール靴、カツカツカツ、笑い声、クレープの包み紙、外国なまりの日本語、ケバブ、お姉さん綺麗だね、ケバブ、つんざく笑い声、信号が青に変わる、雑踏、雑音、この街はいつも騒がしい、煩わしい、なぜ私はここにいるのか、何ですか、人のポエム遮って、すいません、ちょっといいですか。はい。お姉さん綺麗ですね。はい、まあ、髪の毛は、いやー綺麗な髪ですね、つい声をかけちゃいました。どうも。伸ばしてらっしゃるんですか。まあ、そうですか。ちなみにいつから。1年4ヶ月は。へえ、すごい根気。大変だったでしょ。ええ。ということは1年以上髪を切ってらっしゃらない。そうですね、1年4ヶ月。ケアとかどうされてるんですか。ケア、手入れですか。普通にリンスとか。リンス。はあ、リンスです。リンスなんですか。うちのボトルの表記はリンスですね。コンディショナーでもなく。リンス。ダメダメ。はその髪の長さでリンスだけでどうにかしようなんて言語道断。ダメ、リンス。リンスバカにしないでもらえますか。もちろんご自宅にトリートメントなんて存在しません。私は生涯リンスです。なんでだよ。あなたが何なんですか。あ、そうでした、失礼しました。私こういうもんです。あ、私美容師なんですよ。道理で小うるさい。小うるさいじゃないですよ、お姉さん。レースおよびコンディショナーっていうのは髪の表面しかコーティングしないんです。トリートメントをつけないと。はあ。トリートメントは外側だけじゃなく内部から補修し髪に栄養を入れてくれるんです。ほーら、毛先がかわいそうなことになってるでしょ。だげ。余計なお世話です。お姉さん、つかぬことを伺いますが、髪を切らなかった1年の1年4ヶ月1年4ヶ月の間に美容院へは行ってないでしょうね。何か文句でも。終わりですね、文句。そうですか。で、ご用件は何ですか。はい、よかったらうちのサロンがこの近くに。結構です。待って待って待って、絶対そういうのだと思いました。結構です。うち本当に結構な有名サロンなんですよ。本当にセレブとか来ますよ。一般人なんで私。セレブにしますよ。外面だけセレブにされても本当に。本当を並べないでください、嘘くさい。そう言わず。切る予定ないんで。今立てましょうか。予定立てましょう。いや、あなたに私の今後とやかく言われる義理はありません。この後はめげないですね。急いでるんですか。急いでます。じゃあ今週のどこかいかがですか。無理です。じゃあ来週。無理です。もう一声。だから急いでるって言ったの聞いてました。街中でポエムってる人が急いでるものか。うるせえな。ねえ、頼むからさ、私に時間をちょうだい。よくこの流れで言えたな、そのセリフね。さようなら。待ってよ。ほんとごめんなさい、うざいです。聞いてください、私ね、あなたみたいな人初めて見たんですよ。あなたみたいな綺麗な髪の人。私がですか。本当に綺麗です。だからうちで切らせてもらえませんか。お願い。私。はい。私ずっと髪を伸ばしていたんです。はい、綺麗です。別に私が伸ばしたいから伸ばしていたわけじゃなくて、伸ばしてほしいと言われたんです。だから切るわけにいかないんです。へえ。と言ってももう今はそれを言う人はいないんですけどね。え、そういうことなんで、だからもう少しこのままでいようかなと思って。ああ、それは失礼しました。いえ、いいんです。厄介なの捕まえちゃったな。はすみません、事情も知らずに元気出してください。では私はこれで。はい。どうして男の人って長い髪の女がいいって言うんでしょうかね。ん、短いのはダメなんですかね。でも短くたって私は私じゃないですか。そうですね。ていうか、せっかく伸ばしたのに結局振られるしさ。振られたんですよ私。ええ、お察しします。ほんと最悪。夏場クソ暑いし、シャンプーの減り尋常じゃないし、髪乾かすのめんどくさいし、うざったいし、いいことないじゃん。大変ですね。
じゃあ私はこれで。待って、だから仕事が。なんで男は髪が長いのがいいとか言うんですか。で、それは可愛いからじゃないですか。あなたも女子はロングがいいと。まあ特権ですからね、女性の。あなたは髪を伸ばさないんですか。伸ばすこともありますけど。どのくらい。せいぜいこのくらいですが。もっと伸ばせばいいじゃないですか。いや実は私男なんで、しかもエクステなんで。ほらそうなる。だって見てくださいよ、私がロン毛ってむさ苦しくないですか。そんなことないと思いますよ。いや思ってないでしょ、女の人と違って髪質硬いし綺麗伸びないんですよ。ご自分の技術でどうにかすればいいじゃないですか。美容師でしょ。でもですね、宿毛矯正とかすればいいじゃないですか。そこまでしようと思いませんね。私が頼んだらどうですか。あなたが何をですか。私が宿毛矯正して髪を伸ばしてくださいって。なんであなたに頼まれるんですか。もしもですよ。しないと思いますね。してください。わけわかんないですよ、彼女じゃあるまいし。ごめんなさい。ああいや、なんで声かけたんですか。え、なんでって。綺麗だから触りたい、口実ですよね。そんなこと。本当のこと言ってください。私ね、まだ新米なんですよ。だからお客さん集めてノルマ超えないとちゃんと一人前になれないんですよ。自立できないんです。そういうことですよね。じゃあ私仕事に戻ります。すいません声かけて。髪長くたっていいことなんて、せいぜい顔が隠れるくらいですよ。あの、いいですよ言って。引き止めてすみませんでした。私がお姉さんの髪が綺麗だって思ったのは本当ですから、自信持ってください。はい、ありがとうございます。本当です。すごく大事に伸ばされたんですね。新米ですけど美容師ですから分かります。ありがとうございます。でも短いのも似合うと思いますよ。お姉さんなら見てみたかったな。似合いますかね、ショートとか。ええ、まあ似合うように施すのが私らの仕事ですから。あの、あ、また引き止めてしまった。何ですか。近いんでしたっけ、お店。ええ、すぐそこです。予約できますか、今から。いいんですか。はい、もう大事にしなくていいかなって。ぜひよろしくお願いします。こちらこそ、さっぱりしましょう。さっぱりします。どうしよう、バッサリ行っちゃおうかな。うん、それはカット担当と相談しましょうか。え、うん。あなたが切ってくれるんじゃないんですか。私新米なんですよ、お客様の髪はまだ切れません。はぁ、あ、でも特別に何割かサービスしますね。金取るし。それではご案内いたします。自由落下カメリア作、鈴木のすり。